どうも皆さん、こんにちは、ゆうです。今回パズドラやっていきたいと思います。と言ってもね、今日、初めて、超絶メタドラ降臨、シンゲリラですね、が来たので、多分動画で上げるほどではないと思うんですけども、まあ、せっかく来たんでね、動画としてアップロードしていければなと思いました。ではまずフレンドさんの設定したいと思います。はい、ということで、フレンドさんの設定ができました。ボスがね、超絶キングメタドラでしたっけ。まあ、あれが、防御力150もあるので、まあ、シバーで防御力0にするっていう感じですかね。で、シバーのスキル最短が17ターンなので、まあ、なるべくブースト積むようにしてます。そうした変遷してみました。ご飯が2個、で、シバーが1個、で、オーディンが3個、闇メタが3個、で、諸葛亮2個で、悟空が2個っていうことなので、まあ、なんていうんですか、バトル1で一発で決めても、バトル2一発で、バトル3一発で、バトル4一発で決めても、まあ最終的にすぐ芝で打てるっていう感じにしてみました。まあ、周回用って感じですかね。じゃあ行ってみたいと思います。っていうね、解説しなくてもね、他の方も上げてる。いると思うので、赤オーディンとかいる場合はね、全然それでもいけると思うので、行きたいと思います。あれ、コンボは作れないっていう。まあ、道中そんなに強くないみたいなので。これで抜けるでしょう。相手の防御力はちょっとわかんないんですよね。この普通のキングたちが。で、ここが蝶が来るらしいんですね。行きまーす。まあ、こんな感じですかね。めっちゃ美味しいですよね。結構、超メタも出るんで、いきまーす。まあ、スタミナ99で結構持ってかられちゃいましたけど、まあ、それさえなければ結構美味しいですね。そう、この超金が出るから、すげえありがたいですね。いきまーす。これどうすれば色足りてる？足りてない？足りてなかったね。はい。いつも多色パンの時僕読み入れてるんで感覚がよくわかんなくなります、ね。ここで読み入れない。はい。で最後が。こいつしますまあ防御力ゼロにして終わりって感じですか。であとしっかり絶対4色を作るっていう感じでいきまーす。紫、緑で黄色と終わりかな。これでオッケーですね。まあ、超絶キングでしたっけ、こいつ。超絶はね、こないだ、ゴッドラッシュで、なんとか闇メタで貫通させて持ってはいたんですけども、またすぐゲリラ来ちゃいましたね。はい、ということで、こんな感じですかね。まあ、動画としてアップするほどではないと思うんですけども、まあ、せっかく最近パズドラ上げてるので、上げてみようかなということで上げてみました。ということで、ここまでご視聴してくださった皆様、本当に、ありがとうございました。まあ、芝の枠はね、何でしたっけ、ググル使う、こう、名前が出てこない。アンドロイドくん、わかんない。名前がわかんない。ドロイドラゴンでしたっけ、もう名前があるんですけど、その子入れればね、あいつも防御力ゼロにしてくれるので、いいかなと思います。ということで、今回は簡単なパズドラ動画でした。ここまでご視聴してくださった皆様、本当に、ありがとうございます。
またね、パズドラ動画上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。チャンネル登録、もしよろしかったらお願いします。では、今回はこの辺で終わりたいと思います。以上、ゆうでした。バイバイ。